どうもこんにちは。東京都知事選は選挙戦最初の日曜日となった23日、主要候補らが街頭や会合で有権者らに支持を訴えました。広島県安芸高田市長を務めた石丸伸二さんは麻布十番など9カ所で街頭演説。恵比寿の演説では市長就任前にメガバンクの行員としてニューヨークに赴任し、為替アナリストとして数カ国を担当し、世界を飛び回った経験を踏まえて経済を元にした実践が私の強み、これまでの都知事に経済人はおらず経済の理論と実践を知る初めての知事を目指します、どうぞご期待くださいと聴衆に呼びかけました。一方で市長時代に重視した教育への投資を自身が都知事になれば都政でも行うと述べました。日本はこれから経済大国から経済小国に向かってしまう。経済の力をとにかく高める必要がある。そのために必要な成長戦略はまず最初に教育への投資と主張した上で、市長時代に教員の負担減に2000万円を投入したとし、安芸高田市は人口約3万人で2000万円、東京はその500倍の人口がおり、年間で100億円が必要だ。成長戦略の要として学校環境の改善を公約として掲げている。私が都知事になった暁には毎年100億円を確保して学校現場に投資することをお約束しますと呼びかけていました。都知事選で政党の支援を受けていないことを念頭に、既存政治に組みしない石丸が都知事になれば日本政治に激震が走る、変わるチャンスが来ている。私はいわゆるファーストペンギン、その後ろにはもうたくさんの人が並んでいる、あとはその背中を押すだけだ。皆さんの力で東京を動かし日本を動かしてみせてほしいと聴衆に呼びかけました。都知事選にはこの4人を含めて過去最多の56人が立候補している状態で、かなりの激戦となりそうです。安芸高田市長時代に市議会との対立などをきっかけに注目を集め YouTube でバズった石丸さんにとって、都知事選では SNS の人気を実際の投票につなげられるかが鍵となるでしょう。22日の午後7時から始まった JR 原宿駅の街頭演説には、小雨の降る悪天候にもかかわらず100人以上の聴衆が集まっており、石丸さんが登場すると歓声が沸き起こりました。演説で清き一票をお願いしますというフレーズが苦手だという石丸さんは、その代わりとしてナイス投票を提案。ダサい、でもみんなでバズらせたら一周回ってダサかっこよくなると思います、ここからバズらせたいと思いますと聴衆参加型の石丸劇場に巻き込んでいきました。めっちゃ盛り上がってますよね。これは私だけの楽しさではなく、みんなで作っている楽しさ。でもこれが本来の選挙で政治なんじゃないかなと聴衆を目の前に手応えを口にしていました。ハイペースで街頭演説を行う石丸さんは、これだけ政治家の話を聞きたい人たちがいるわけじゃないですか、出し惜しみするものじゃないと、できる限り街頭演説を行っていく意思を口にしていました。石丸さんは今後も精力的な街頭演説と同時並行でネット戦略も進めていくことでしょう。これまで YouTube でホリエモンこと堀江貴文さんやフリーアナウンサーの古舘伊知郎さんなどと対談しています。陣営関係者によると、オリエンタルラジオの中田敦彦さんとのコラボも浮上しているというお話もあります。豪華キャスト参戦となれば石丸劇場はさらなるバズが見えそうですね。石丸さんがネットユーザーたちから多くの支持を受けているのは確かなもので、あるメディアが石丸さんに対して批判的な記事を配信すると、支持者の可能性が高いと思われるネットユーザーから偏向報道などの批判が相次いだのです。偏向報道との指摘が正しいかどうかはともかく、石丸さんに熱烈な支持者が存在することが浮き彫りになったとも言えるでしょう。なぜこれほどの支持を得ているのでしょうか。大前提として、小池さんも蓮舫さんも支持したくないという都内の有権者が相当数に達している上で、老害というキーワードが重要だと思えるでしょう。そもそも石丸さんがネット上で注目を集めたのは、地方都市で既得権益を独占し利潤を吸い上げている老害、
の存在を明るみにし、彼らに正義の鉄槌を下したのだと理解されているからです。こうした老害は全国各地に存在しますので、単なる広島県内の話ではないと受け止められました。結果として全国のネット民から広範な支持を得るようになったわけですね。ネット民の中では小池さんと蓮舫さんの評価が極めて低いことも石丸さんの支持され方を読み解くと分かってきます。石丸さんを支持する層は老害を問題視します。国会議員なら二階俊博さんや麻生太郎さんが嫌悪の対象になるわけなのですが、もはや小池さんも同じ扱いなのです。2016年に初当選した時は逆で、自民党から追われて都知事選に挑戦したため、小池さんなら利権にまみれた老害の自民党都議を一掃してくれるという期待も集まりました。あれから8年が経ちましたが、都政は何も変わらず、気がつくと小池さんは自民党と公明党の支持を受けた与党知事です。これに学歴詐称の問題が加わり、ネット上で小池さんは完全に見放されてしまいました。そして蓮舫さんは父が貿易商という裕福な家庭に生まれ育ち、幼稚園から大学まで青山学院、まさに蓮舫さんは上級国民の娘なのです。このため蓮舫さんに普通の人生を歩んできた有権者の気持ちなどわかるはずがないと批判されることもあります。そういう有権者は石丸さんの高い学歴と堅実な職歴を評価するわけですね。さらに蓮舫さんの場合、2009年11月に民主党政権の事業仕分けで言い放った2位じゃダメなんですかの発言が今に至るまで尾を引いているのだとか、どんな業界でもシェア争いは熾烈を極めています。2位じゃダメなんですかの発言は社会の常識を知らないザレ言と呆れ返られたのです。また3人の立候補者がどのようにネットを活用してきたかも判断の対象になっているでしょう。まず小池さんはテレビを活用する古いタイプの政治家なので論外といったところでしょう。彼女が老害政治家の一人にカウントされている理由でもあります。一方の蓮舫さんは X で精力的に投稿しています。しかしその内容が批判ばかりという点より完全な一方通行であることが問題視されています。石丸さんが議会のネット中継や自身の動画配信で全国の視聴者を巻き込むという双方向性を実現しているのを見れば、比較にならないというのが率直な感想ではないでしょうか。そして石丸さんは何に対しても対応やいなし方がうまく、そこでもまたネットユーザーたちの支持を集めています。4月の衆院東京15区補選で他の候補者の街頭演説を妨害したとして公職選挙法違反、選挙の自由妨害の疑いで政治団体翼の党の代表黒川敦彦さん含む3名が逮捕された件の時も、石丸さんの演説中に翼の党の人物と見られるものが現れるのですが、石丸さん含め群衆はそれを無視、その人物はそのまま移送されていったのです。黒川さんは逮捕前日、石丸さんの都知事選出馬意向表明を伝える X の投稿を引用しながら、石丸市長が都知事選出るらしいね、一説によると維新から出るそうだが、そうなったら徹底的に質問しに行くよ、寝てるクソ議員に恥を知れというぐらいだから質問には答えてくれるだろう、彼との対談とかめっちゃ盛り上がると思う、そういう盛り上がりがないと若者は政治に興味持たないからね、と持論を交えて投稿していたこともあり、事前に乗り込んでくることが予想できたのもあって、相手をせずに冷静に対処できたのではないでしょうか。他にも17日に都庁で行った会見の質疑応答で最初に当てられたフリーランスの記者が、石丸市長にいくつかお聞きしたいんですけどと質問を開始し、秋田方市長時代に世界で一番住みたいと思える街にするということを掲げながら、在任中に人口が減り続けたことを挙げながら、東京でも同様の標語で出馬していることなどを指摘、一方で東京の人口過密を問題視していることに矛盾はないのかなどを問いました。質問は複数に及んだのですが、データなどを並べるため石丸さんが回答に至るまでに
3分20秒かかる展開となり、石丸さんは精神的な豊かさ、それを市民に実感してもらう標語だったと約1分かけて説明。すると質問者は、ただそれが主観の心の中だけでと発言しだしたのです。司会者が、あの論争には持ち込まないでください、他の方もいっぱいいらっしゃいますので、ちょっと失礼だと、あえて一番に、そういう厳しい意見だと思ったから当てたんですよ、だけどそれはちょっと失礼だと思いますので反論は後でしてくださいとたしなめました。石丸さんは、一旦喋り切っていいですかと質問への回答を継続。3分30秒近くにわたって自説を述べ、それを聞いた質問者は、1点だけと再度質問。石丸氏への回答に対して質疑応答を繰り返したのです。その後は他の記者の質疑が行われましたが、突如最初の質問に立った記者が発言を開始。司会者が、当ててませんけど、当ててないのに発言しないでくださいと制しても、石丸さんお答えくださいと聞かず、回答を求めたのです。それに対し石丸さんは、私からのお願いなんですが、ルールを守りましょう。まず、これはいかなる立場においても必要な作法だと思います。でなければ建設的な議論ができなくなります。よろしいでしょうかと確認し、質問には応じました。おそらくその場を荒らし、望む記事を書き出すための誘導であると思われる記者の言動にも冷静に対処ができている石丸さんを見て、この人ならとさらに期待を持ったネットユーザーが多数いることでしょう。ネットは炎上と隣り合わせの世界であり、その中で好かれやすい人物像はやはり炎上を回避できる冷静な人です。ネットユーザーを巻き込み、さらなる支持を集めるために、今後石丸さんがどうなっていくか気になるところですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。